緊張する。どうぞ、ホムラヤさん。どうぞ。どうぞ。あ、聞こえてますでしょうか。テストです。画面にね、画面下部にテスト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 と出ておりますが、皆さん、テストの配信にようこそおいでくださいました。ホムラヤキタン、虚無王で、三上ようやくやらせていただいております。ホムラヤキタンと、はい、どうも、雪役熱海誠司と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日はね、はい、配信テストでちょっとお手伝いさせていただいております。こんばんはということで、皆さんこんばんはのこのコメントいっぱい来ていますね。あ、聞こえていらっしゃるということでよかったです。やった。はい、今日はですね、私と、三上役の褒めるやきさんと、誠司くん。はい。はい。誠司くん、誠司くんとで、一気見のね、動画を見て、同時視聴会っていうことで、みんなと一緒に見ようかなっていう、そういう配信でございます。そんな流れでいいの？テストっていう話じゃなくていいの？大丈夫なの？これは。そのテストです。そのテストです。はい。はい。あ、そうです。夏一さんには、コメント欄で、コメントしていただいて。あ、ありがとうございます。三上さんをね、好きでいらっしゃる方多くて、本当に助かります。では、ちゃんと自己紹介した方がいいですかね、これは。ちゃんと一応音量的には問題ないかなと思うので。あ、本当ですか。はい。あとは夏一さんの方で動画を流すか、もしくは、後ろでバックミュージックを流していただくのかする形 で、 そうです、ね、音量調整の方、はい、今は特に BGM もない状態だと思いますので、はい、うん、こうなんかこう動画の合間のね、何か BGM ご用意されるということであれば。ゆきさんの泣き声好きですって言われてますけど。さすがにしない、ここでは。否定されてますね、これは。ね、ゆきくん、本当に感情の起伏がすごいですからね。いや、本当に、いつも見ていて、僕も、すごくね、感情豊かでいいなって思いますよ。あれは一番最初何だったかって、多分起爆になったのが、うん、多分あれジェットコースターの叫び声からだったの、ね、ありましたね、うん、確かに、ね、あそこはすごくなんかわめいてた感じがしますね。そうです、そうです。その後からユキのいろいろね、泣きとかいろいろ、そうですね。あ、では動画を流されるということですので、はい、じゃあ皆さん、します、一緒に見ていきましょう。どうぞ。お。それで部長が出した案をどうにか先方に出したんですけど、うん、この魚めちゃくちゃ美味しいですね。うん、真顔で食事してる。ハルマ。柳田さん。こんなところで会えるとはな。元気してたか？はい。黒井さん、こちら僕の大学の先輩で柳田さんです。どうも。こいつなかなか LINE 返してくれないから全然会えないんですよね。ああ、すみません。こちら会社の先輩の黒井さんです。相席させてもらってもいいかな？おお。どうぞ。どうも。ちょうど春間にいい話があってさ。ガツガツいきますね。立ち上げたのはいいんだけど、なかなかいい人材に恵まれなくてさ。 あれ？そういえば噂で聞きました。おめでとうございます。だからさ、今のところ、うん、動画音声の方がちょっと小さめになってて、僕の声、僕たちの声の方が大きい。大きい。ね、じゃあ僕なんかもうちょい上げでいいんじゃないですかね。柳田さん顔広いから。俺は春馬みたいに自然と気の利くタイプが欲しいんだよ。
がっつりスカウトしてる。でもなんなら僕たちの声の方はもう微妙に消えるぐらいでいいかと。そう、あのみんなで見てる感じで言うんだったら、そう、動画がメインですからね。そうです、そうです、そう、そうですね。決まり、明日契約書も用意してくるからさ。契約書、さすがに話が飛びすぎですよ。善は急げって言う。めちゃめちゃ圧強いね。ああ、この後用事があるんだ。ちょっと、じゃあ詳しい話は明日な。絶対連絡しろよ。ありがとうございました。はあ、黒井さん、すみません。昔からああいう人で。あ、それはいいけど。聞こえます、聞こえます。お前さ、うんうん、会社戻るぞ。はい。普通に、なんだろう、微妙に雑談するぐらいのテンションの音声で喋ると、黒井さん、多分、なんで急いでるんですか？動画との音量バランス取れてる。もうちょっとゆっくり歩きましょうよ。うんうんうん、僕らの方でも動画の音声調節できますのでね。まあ、とりあえずご飯くらいは。そうか。多分これでも叫ぶと多分動画の音声消えるかな、まだ。大学の時もしょっちゅう呼び出されて。叫ぶようなことあるかな。それはそれで楽しかったの。盛り上がりすぎて。成田さんの会社の件、逆に実は少し前から知ってて気にはなっていたんですけど、なかなか時間取れなくて。すごいですよね、うん、昔から会社作るって言ってたの、まあ、本当に叶えちゃうなんて。じゃあ、うん、よかったな、お誘いがあって。なんかトゲがあるな。ああいう人と仕事した方がお前のためにもなるんじゃないか。ああ、黒井さん。それって行けってことですか？そんな冷たいこと言わないでください。将来のこと考えたらって話。はい、ある程度ね、これぐらいまでのそういえばよかっただろう。マス重ねてきたから相手の演技とかっていうのがある程度ね、見えてくるので合わせに行きやすくなりましたけど、一番最初には分かるんです。さあな、探りでしたからね。俺みたいな凡人には分かんねえよ。僕はもうありがたいことにね、あの、そういう卑屈っぽいの、ほとんどの絡むキャストさんがあのもうすでにやってるので、もう事前にあの見させていただいて、さっさと仕事に戻ってもらえませんかね、係長。あの絡みに行ってるところはあるので、またそうやって、そんなんだから、そんなんだから、結構やりやすくなっている感じですよ。お前に出世抜かれたんだって。いいえ、今僕らの声がポストが空いたらやっと上がれるかもな。追い抜くぐらいでない。そんなに僕が邪魔ですか？実力で追い抜いてもらってもいいんですよ、先輩。バチバチしてる。闇しか言えねえのか。お互い様でしょう。もういいです。夏一さんの中で声優の音量と動画の音量もバチバチしてますから。どのくらいがちょうどいいの？先輩、ゆきさんと黒井さん、なんか様子がおかしいんですけど。どっちも聞きたいって。ヒヨミ、お前これ俺のデスクに出してどうすんだよ。部長のとこ持ってけっつったろ。黒井さん、こう、あ、はい、一旦見てもらった方がいいかなと。いいから持ってけ。はい、一体何があったんだ。いや、嬉しいですね。なんか言い争いになったっぽいですよ。ファンの皆さんと一緒に見れる機会が、ゆうきさんも怒ってたって思ってもやばくないですかね。本当に今日みんなで飲みにでもって思ってたんですけど、今回は配信テストになりますので、やめた方がいいかな。一大企画があることを楽しみにしといてください。お疲れ様です。お疲れ様。さんの声もう少し聞いてみたいって。終わったら飲みに行きません。一応今現状が多分ナチスさんの方で、僕らとナチスさんの方じゃないな、視聴者さん、ファンさんの方の方で、僕らの声と動画内の音声が同じぐらいってことなので、あとはまあ放送前にアンケートを取って、どっちの音量をメインにするかっていうのを取ってもいいかもしれませんし。そうですね、こればっかりはまあリスナーのね、視聴者の皆さん話したくね、優先の方がいいと思いますので。清美、もう帰るんだろう。はい、今日付き合い、どうですか皆さん。僕も行っていいですか？今どうですかね、僕とオムラ屋さんの声と動画の音量と。カラオケですか？いいですね。あ、今いい感じ。いい感じですか？ありがとうございます。よかったです、よかったです。黒井さん、さっきから飲むペース早いですけど、大丈夫ですか？う
いやこの回はね、ゆきさ、やめるかも。なんでですか。とりあえずマイクを見ましょう。多分俺のせい。黒井さん可愛いなーって。喧嘩したのか。一体何しちゃったんですか。大学の時の先輩が立ち上げた会社にユキが誘われてて。おお、さすがユキさん。うちみたいな会社よりのびのびやりたいことできそうな会社の方がいいんだろうと思って。え、黒井さん、まさか引き止めてないんですか。喧嘩したあたりぐらいから俺が引き止める権利ないだろう、うん、黒井さんのなんか若干照れが出てきたような感じが。でもそんなことでユキさん怒ります。まあそれはやっぱり普段黒井さんって、うん、なんかこう会社の中では結構決まってるというかね。大人なんだからみんな仲良くしましょうよ。まあ、ガミガミもしてるし。やめろ。ちょっと一回。はい、もしもし。あ、ゆきさんお疲れ様です。でもなんかこうプライベートはポケモンが好きだったり、黒井さんがどうしても話したいってだらこねるもんで、結構可愛らしい一面結構多いんですよね。変わりますね。確かにね。そんなところが好きなんですよね。ゆきさんは。黒井さん。だね、多分ね。明日先方の話聞きに行くんだろう。俺も一緒に行く。いいか。え、それ僕も行きたいです。国玉さんから森の熊さん実際どこまで歌ったのかなっていう質問が来てるんですけど、これ答えていいの夏一さん。同様だからまあ著作権的には大丈夫かもしれないけど、どこまで答えていいんだろうこれは。僕もちょっと頭に血登っちゃってすみませんでした。うん、明日柳田さんに俺の大事な雪は絶対に渡しませんって宣言してくれるの楽しみにしてますね。ゆきくんはゆきくんですごい、すごいなんか、なんだろうね。なんですか。やっぱあいつまだ怒ってんじゃん。嫌がらせだろ。はいはい、なんか水飲んだら帰りますよ。いやー、明日が楽しみですね。お前ら。じゃあここで。お疲れ。大胆だよ。お疲れ様でした。結構おとなしいように見えて攻めるところ攻めますからね。めちゃめちゃ攻める。本当に。面倒見いいですよね。普通の人だったら恥ずかしくて言えないようなこととかも。今日もなんだかんだ平然と笑顔で言うから。休憩室でユキさんにも声かけてたり。僕の時だって。多分たまたまだプロフィール設定のところにあったかもしれないですけど、社会人になるまでのユキ君って今みたいな性格じゃなかったみたいな記載ありましたもんね。あ、うん、うん、ありましたね。それも多分こういうあの人との関わり合いの中に入ってくるのはあるかもしれないですね。そういうどうでもいいと思ってたけど、そう暴走ユキさん。どうでもいいのは暴走の理由がどっかに隠れてるかもしれませんね。無関心ぶっちゃって。まあ先輩はそこがいいんですけどね。じゃあ僕こっちなんで。お疲れ様でした。お疲れ。お疲れ様です。あ、キョムさん、昨日はありがとうございました。電話かけたのはミヤ君なんで。そっか。いいチャンスとは思わないんですか。はい、思わないです。黒井さんですか。まあどこがいいのか俺にはさっぱりわかりませんけど。思えばその、はい、僕って僕はまあ三上陽子供の時から周りの大人の機嫌を伺って行動するタイプで、まだこの本当年上から気に入られるのだけは得意だったんです。絡みがないんですよ。入社して1年ぐらいの時、そうですね、黒井さんにめちゃくちゃキレられたことがあって、まだその過去編のところでね、あの三上くんは僕は黒井さんの案が原野部長の愚痴をゆきくんに聞いてもらってるんですよ。でも、うんうんうん、部長の案も現実的で、ね、そういうところで実は接点があったりして、感想なんて聞いてねえよ。ちょい絡みがだから僕の意見は多い形になってますね今と。そうなんです、そうなんです。相手に合わせてヘラヘラ笑ってるだけがよ。最新話でまあ初めてミヤ君とは会ってもいいけど、周りに気に入られることしか考えてねえのか。まあ、黒井さんとか面と向かってそんなこと言われたの初めてで、今どんな感じなんだろうなって気になってるところもあるんですよね。自分より上の誰かが気に入る答えを、そういうことを虚無から聞けたらよかったんだよなって。そうやってニコニコしてたらみんな喜んでくれて褒めてくれてたから、それが正解だって思ってたんです。
さっき言ってた同い年の友達に嫌われたって、うんうん、年上に気に入られた方がいいことだって。学生時代とか社会人になるまでのっていうこの流れがあったからこそ、今では少しその社会人になって自分の意見も出していいんだもあるのかなっていう、そのおかげで仕事も楽しくなって、自分の意見も言ってもいいって黒井さんは僕のこういうところ分かってくれてるから、だから自分から離れたいとは思えないんです。黒井さんにとっては迷惑かもしれないですけどね。ちなみにあのホムラヤさんとちょい絡みしてるって言ってるけど、実際リアルで初めて今日喋ってます。今日初めて喋ってますこれ。すみません、内緒にしてくださいね。誠司さんと初絡みですけど。良かったですね。初めましてです。本当に。なんだったら夏一さんとも初めましてです。そうです。絡むの。あ、なんかこうやりたりをして、あのね、配信テストに関してね、やりたりする。そう言われると。初めまして。どうも。初めまして。はい。ここまで来たんでございます。あと、これ案外口軽いんで。あと見せます。そう、文字での絡みはね、夏一さんとは多分各個人みんなやってると思うんですけれど、声優間での絡みって本当になかった。あの一番最初おそらく4人、あのメインのゆきくん、みやくん、ね、あと黒井さんでゆきくんかの4人は、ああそうなんだ、これどこまで喋っていいの、わかんない。今ちょっと言いかけたけど、これどこまで内情話していいの。幼馴染なんですよ。ところで今日の本題なんですが、キャスティング全然聞こえないんですけど、何を発想そうとしてますか。まさにこういうことをチャットで事前相談すればいいんじゃないですか。そう今度ね、今度だ、喋っちゃいけない内容とか何やかんやありそうな気がする。これやべえ、少しは緊張感持ってくださいよ。僕は川樽で、なかなかね、こう思ってたって春馬君に先日柳田が申してた気がする。知りたいよね。ゆきと柳田さんが昔からどのような付き合いで、まあこれは多分ね、夏一さんがあのお願いしてキャスティングしてもらったっていう形なので、夏一さんが OK 言ってくれるんであれば大丈夫な話かなとは思うんですけれど、黒井さん役の方があの一番最初メンバーをキャスティングしてくれたんですよ。実はたくさん考えていただいて、そうだったんだ。そうなんです、そうなんです。夏一さんから黒井さんの中の人宛てに、はいはい、まま依頼を出していただいて、でその中でっていう形で、そうなんです、そうなんです。んでそれぞれ、その黒井さん役の中の人が、所属してるところのグループの中での声かけもそうですし、あとはまあ外部で、あの今までに絡んだことのあった声優さんとのところに依頼を出したりっていう形で。知らなかった。なんか、はい、清美、まあ、清美君の、なんかこう役を探して、めぐさんが紹介されたっていう、そのやり取りはなんかどこかで僕も見かけたんで、紹介されで、配役されたんだっていうのは虚無に関しては分かったんですけども、今日はありがとうございました。他もそうだったっていうのは知らなかったですね。そうだから黒井さんの中の人に多分声をかけてなければ、僕が多分絡むこともなかったですね。そうなんです、そうなんです。じゃあその4人に関してはもともとのその絡みとかは多かったっていうことですか。もう本当にさっき言ったみたいに依頼と、依頼主っていう関係のところはちょいちょいあった感じですね。ただ他のメンバーとの絡みは全くないです。本当に黒井さんの中の人とそういうやり取りをしてたっていうだけなんです。黒井さんを中心にして、まあ、それぞれで絡みがあったっていうことですね。そうです、そうです。あー、なるほど。僕的には無駄ではなかったですけどね。特に昨日の電話が、喋ってよかった夏一さん、これ今後スマホの扱いに気をつけろよ。なんでですか、怖っ。どっち、よかったよかったよかった、よかった。ちょっと先輩、あっちの座敷、小村屋さんは僕は、どんな形で入ったんですか。もう全然来た意味ないじゃないですか。オーディションっていうわけではなかったんですけど、それこそその夏一さんが、新しい配役を探してるんですっていうその募集ツイートを見かけまして、僕が営業をかけて、僕どうですかって営業かけた時に、まあ僕ちょっとお芝居関係のことをよく YouTube で発信したりとか配信したりとかよくしてるので、その流れでぜひミカノキっていうキャラクターいるんですけど、最初は絶対嫌われると思うんでって言われて、ごめんなさい、
でも嫌われたら、むしろ成功だと思ってくださいみたいなことに言われてそうなんだって思って、じゃあもうなんか頑張って嫌われに行こうって思って、ありがとうございます。やってみたらなんか熊にシーにみんなで行けただけで全然良かったのに、ね、賛否ありますけどね、もちろん賛否、そうそうそう、三上くん可愛いとかね、好きだっていう、辛いねみたいな、そういう感想いっぱいもらって、あすごい嬉しいなと思って、逆に失敗したなって思ってますね。あでも本当にメインのキャラクターも含めてそうですけど、みんな虚無化するパターンがありますからね、絶対どこかに、はい、まあね、まだ三上くん虚無化してはいないですけど、ないですけどね、しそうな、ね、流れは組んでますよね。そう、表裏がありますからね、みんなどっかで絶対最新話の三上くん見た誕生日プレゼント超絶をへこんだよ、あれ先輩、それ本気で言ってますか？絶対へこむよ、あれは。嘘ですか？夜ご飯とかなんか起こります。その分ね、その分ね。いやいや、いいんですよ。その分ロスト君との絡みがね、そうなんです、美味しかったからね。まさかその新ね、初登場、ちょっとさっきもね、出てましたけども、月野くんですよね。うんうん。月野俊くんがガチ押ししてる配信者が。まさかね、キャラクターとして登場すると、そしてまさかね、三上くんと接点があるなんて、みんな思わなかったですもんね。そもそも、三上くんはクマなのかどうかっていうのが、海行きましょうよ、海。絶対嫌だ。暑いし、ベタつくし、人多いし。やっぱ混みますかね。大人になったから、そういう形でね、夏一さんから発信でのキャストを追加もあり、そうやってさっき言ってた黒井さん、まあ本当にキャラクターとしてもね、できる上司の役をやってらっしゃいますけど、中の人もできる上司でしたからね、本当に。っていう形で夏祭りはどうです？そうなんですか。どういうことですか、どういうことですか。いや、そこはちょっと存じ上げないので、踏み込んでいいのかわからないですけど。いやー、あのメンツをキャスティングする、まあ、なんか自分で言ってるっていいのか大丈夫か。ごめん、ここは今ちょっとバグった。あのキャスティングをね、できるっていうところに関しては、いい上司でしょ。なるほど、なるほど、確かに。無理だろうな。寂しいな。頑張る。でもなんかこう寂しいな。最新話を本当台本もらった僕もすごいびっくりしましたね。先輩と一緒に行きたかったな。みんなもびっくりしたのを見て、やっぱそうだよねって思いました。ジーのあいつも夏は活発ですから。また今後がどうなっていくのかっていうところも、僕らキャスト陣もすごい楽しみにしてるところありますからね。すごい気になってる。ここどうやって絡んでくんだろうっていうことか。どこかいい花火スポットを知りません。台本をもらえるのが毎回ワクワクしてしまう。ゆきさんも一緒にどうですか。いいね、花火大会。この近くでやる花火大会ならちょうど屋上から見えそうだけど、どうなんだろう。お盆休み中ってここ入っていいんですか。ダメだろう。ま、黒井さん、本当にすごいのが、お疲れ様です。黒井さんはどこか知りません。これ皆さん、この近くの夏祭りの花火が見えるところ、そう、掛け合い収録じゃないんだよね。そうなの、本当に個別でみんな収録して、それを自分で言っといて来るのはないでしょう。それとも自慢ですか。でも全然違和感もない。家から花火見えるマウントですか。聞かれたから答えただけだ。そんなの初耳ですよ。今まで内緒にされてたなんて。もちろんね、このリテイクの作業とかもあるんですけど、人夏の恋ってやつですか。指示出しとかも含めて、そして今年は僕、しっかりこうお芝居聞いてらっしゃるなって。人夏で終わらせる気はありませんが。ずっと何言ってるか分かんないお前。お、なんか攻められた。花火の独り占めはずるいですよ。僕はむしろ独り占めされたいっていうのに。もう分かったって。変なことでかい声で言うな。知らんぷりしとこ。先輩、今年は黒井さんの家で花火会もえげつなかったな。なんて。花火会。ああ、もう結構人いますね。とりあえず何か食べます？たこ焼き。ちょうど時期ですね。あそこにありますよ。今年はね、コロナもね、買ってきます。5類に下がったから花火大会も結構ね、行われますよね。ここで収録した時っていつぐらいか覚えてます？雰囲気分美味しいですね。ね、もう全然春初夏なってるかなって感じ。ごめんね、遅くなっちゃって。駅がすごい混んでて。全然大丈夫です。屋台もありましょうか。長いですもんね、初放送から。初せ。うるさ。お。
ああダメだってそれじゃあ違うってもっと左だって右だったそうリアルタイムで大変花火上がってる人たちもいますからね今ねうん、うん、あそうかそうか、うん、近くでねもう始まってますからねゆうきさんすごいまあねみやくんにあげるえいいんですかやったー夏祭りな行きたいな行きたいまあ行くんですけどみんな自分が引いたの今日身につけてくださいね8月のねいいね楽しそう地元に特徴のスイッチ当ててやるスイッチは僕のものです花火大会に行ってまいります109番51番か僕70番2番黒井さん仕事からあんまりそういう人混みの多いところに行ってはならない2番の景品なんだ仕事をしてそんな仕事がかわいい今年は今年はまだ無理かな。やけ酒して。やさぐれ猫だ。ああ黒いさちゃんと可愛いですから安心してください。可愛い。当日はすごい長い時間の動画だけどキャストさんはずっと一緒ですか？キャストさんの途中交代とかあるのかなってことで。ナツイチさんこれは家族が増えてよかったですね。僕らでは言えないやつ。名前はトールにします。これはあのもうナツイチさんに。するパスそうですね、はい、ぼちぼち花火で混雑しそうなんで移動しましょうかまた内緒でお願いしますってドキドキする初訪問なのに僕たちも一緒でなんかすみませんなんだそりゃむしろいてくれた方が助かるよ理性が保てなくなったら困るから理性大事にしていきましょうあれ春馬くんえあ月野さんこんばんはどうも黒井さん先日はお世話になりましたお祭り楽しんでらっしゃいますねいやこれを最新話を得て可愛いですあれを誰です月野さん知っちゃったらどういう反応するんだろうって一緒に夏祭りなんて仲いいんだねすごく気になってしまう柳田さんはもう来ると思うんだけどシュンあ、いたいたあ、春馬、来てたんだ、はい、他の人間関係もまだ深く書いてないもんねんんこんばんはこんばんは、うん、気になるデートそうです違いますそっちもデートまあ、デートですねそうなんだいいねそろそろ行こううん、じゃあまたはい、楽しんで誰です僕の大学の先輩だよああこの間の引き抜きのえあの時のそうそうもう誘われたりしてないですよねしてないしてないよかったよかったですね黒井さんえあまあほんと夏市さんのデザインセンスすごいよねこの浴衣の色合いとかもそうだけどお邪魔しますお邪魔しますお邪魔しますおしゃれうわ普通にいい部屋黒井さん給料いくらもらってんですか残念ながらお前とそんなに変わらねえよ黒井さんのお部屋ちょっと気持ち悪いこと言っていいですかなんだよ黒井さんの匂いがしますお花火あ見えるかお結構みんないい感じ結構近いです部屋気になってるんだね個人のおいユキああ気にせず花火に集中してください いやでも部屋って性格出ますからね人の家を探るなそうねいやいやちょっと見てるだけじゃないですか花火見るんだろ、まあ、花火お腹に響きますね来年も来ていいですかまあいいけど今度花火ない日も来ていいですか、まあ、でも本当にこうやって動画見ながら中の人たちが喋ったりとか、いいじゃないですか、まあ、だったらビールをお代わりくださいね、あの作者である夏市さんがこうやって絡むっていうことってあんまり他の作品ではないですもんね。黒井さん、黒井さん、今までなかったんですよね。ベランダに食われました。基本的にはその動画を何やってんだよ、掃除していけよ。先輩がやりました。自己定のプレミアム公開の形で公開していくという形ですね。トイレ借りますね。この土産がこっちかな。おいおいおい、こっちは入るね。本当のアニメーションとか、あの地上波で流れてるトイレは玄関のすぐ横。円盤になった時にオーディオコメンタリーみたいな形で音声使ってとかだったら声優さんがねお菓子食べながらとかジュース飲んでるみたいなやつありますけど絶対急遽この部屋に着くんであとからモデルルームみたいな部屋に暮らしてますか YouTube とかで流れてる動画でこういうのあんまり本当に見たことないですからねいいだろうもうあみんなでマリカーしませんちょうど今回配信テストをしたつもりですもしかしたら今後その声優さん同士の絡みが黒井さん黒井さん
あるよね、そういう曲も変えられるかもしれません。止めてください。いやです。やって夏一さん、帰りの電車ゆきさんも泊まりたいですよね。僕は帰るよ。泊まったりなんかしたら理性が、どっちもどっちも投げ合いしてるこれ。同時視聴会だけじゃなくて、初めての黒井さんも言えば、ちょっと緊張した、グッズ紹介とか、かわいい、うんうんうん、もできますし、また行けるといいです ね。あと宣伝の PR みたいなところですね。今度は僕らは遠慮しますから。あ、じゃあ僕ここだから、休み明けに会社でって言ってもあと3日しか休みないけど。はい、ぜひぜひ、おやすみなさい。ぜひぜひお願いします。僕裏方で静かにしてます。ありがとうございました。絶対に裏方志望じゃないですか。メインですわ、あなた。うん、まあまあメインキャスト、メイン、みんなメインキャスト。ありがたい話です。意外と僕表に出るこういうのってないんで恥ずかしいんですよね。うん、意外だった。はい、というわけでね、今、はい、一気見一つ見させていただいて、まあこれで以上ですかね。今回の配信テストは。おしまいかーって。まだこれテストだから、みんな本番あるから。そうそう、テストなので一曲流してもいいですよ。どうぞどうぞどうぞ、もう好きに流してください。まあ確かに切り替えってちゃんとできるのかっていうのもテストしないといけないですもんね。うんうん、であと自己紹介とかの下りとかがあるっていう話ですんでね、そういうところでのテスト配信も兼ねてでいいかなとは思います。いいと思います。うん、リリズムに出ましたね。一番最初聞いたときびっくりしたんだ、実は。いや、すごく完成度高い。高い。高い上にキャストが歌うのっていう、びっくり。ゆきくんだっていつか歌うのもそうだね。そうなんでしょうね。もうそこはもう夏一さんのみぞ知るなんで。今、キャストの中で歌ってるメンツ、あ、でも森の熊さん歌ったからもう歌ってるよね。そうそうそう、なんだったらツイッターでメルトも歌ってるからもういいかなって言って。三上もタイムリミット歌ったもんな。頑張ったよね、あれ。ほんとのクマさん来る。それはいろんなところから怒られる。でもフィーチャリング誰誰みたいな感じでね、なんか、うん、他のキャストが歌うっていうバージョンも作るの楽しそうですね。ですね。ここまで本当にキャラクターに沿った歌詞と曲調を作ってくれる、なんて言ったらいいんですか、作詞作曲家の人たちすごいですよね。田中さんすごいですよね。それ表現しきったね、京本さんの中の人もすごいですけど、え、これ作詞どうなってましたっけ。作詞は松井さんの方でやって、作曲の方を担当されたのか、それとも作詞からやられたのか。あー、そうなんだ。ほぼってことは、まあ、なんかこう作詞してみたのを少し手直しとか。あ、めぐさんの普通に喋るところを聞いてみたいってね。思うよね。
るんじゃない？ちなみに言うと僕最初タイムリミット聞いたとき黒井さんが歌ってるのかと思って僕勘違いして、あ、そうなの、ああ確かに確かに、実はこれは裏話なんですけど、うんうん、タイムリミット公開される前に僕聞いてるので、うん、収録のためにああ風呂場で歌わなきゃいけないのでってことで、うんうんうんニヒリズム来るのかなって思ったらまさか新曲が来てね、うん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 、まあロストくんが歌ってるからだと思うんですけど、うん、僕は皆さんよりもね先にちょっとタイムリミット聞かせていただいてそう、もう動画もできてる状態で見たんで、もう黒井さんめっちゃメインで出てたじゃないですか、うんうんうん、あ来た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 、タイムリミットですよ、よう寄せたね本当に、うん、やっぱりこうなんか歌声になるとちょっと変わるじゃないですか、うん、なのでなんかすぐ分かんなくて、あ、うん、黒井さんこうやって歌うのかってちょっと思っちゃって、これも誰かのロストくんね、今ピクミン4にすごい頑張って配信してるみたいですね梶原さん、ここでしょみんなのハートを挑んでいった感じだよね、息だけにしといてもロスト君ずるいよ、めちゃめちゃイケメンだもん完璧すぎるでしょあれ本当にね、配信者ってところだね、いやーさすがですね、ため息もロストくん素晴らしいタイムリミットも作詞作曲、あ、書いてるね、今は書いてます、書いてます、そうなんです、うん、すごいね、田中さんもすごい、まあ曲もファンですよね愛がすごい、愛がすごい、ツイッターでちょっとね絡ませていただいたんですけど、すごい愛情を感じますねオムライスさん、その辺のなんだろう、すごい周りとのコミュニケーション、はい、あれ凄まじい円滑に進めていくよね、そう考えると、いや三上くんなんでどういうこと、どういうこといやだってね、こう後発で参加させていただいてね、うん、やっぱりあの皆さんもう出来上がってる関係値ある中でね、やっぱちゃんと絡まなきゃって仲良くなりたいなっていう一瞬でやってますよみんな仲いいからね、うん、じゃあ終わりますかということで了解しました、はい、ありがとうございましたそしてね、改めて業務をチャンネル登録者数1万人おめでとうございます、おめでとうございます、おめでとうございます、はい、今回のねテスト配信が次どのようにつながっていくのか皆さんぜひ楽しみにしていてください、というわけで
せーので締めますか。せーので締めるか、もしくはその前にあの、うん、夏一さんからありがたいお言葉一言何かいただければ、何かねあればぜひそれを合図に僕たちで締めましょうか。そうですね、はい。テスト配信にもかかわらずね、103人結構な人数見に来てくれましたね103人テストだよみんな本番じゃないからねこれものすごいな、改めて思いますけど103人もいらっしゃってるのすごいなテストだかんねみんなこれね。いやでも楽しんでいただけたっていうお声がいっぱいでよかったです、うん、みんなあんまもいっぱい見に来てねって、ぜひよろしくお願いします。お願いします。ではでは、今日のテスト配信、一気見の本番に向けての練習でしたけれども、うん、皆様本当に視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。はい、では本番も夏一さんからのあのアナウンスもあった通り楽しみに来てください。ありがとうございました。ありがとうございました。またねー。またねー。